ダリオ・フランチェスキーには、イタリアの政治家、会議員、民主党書記長、フェラーラ市議会議員を務めた。エミリア・ロマーニャ州フェラーラ県フェラーラ出身。フェラーラ大学在学中の1980年、フェラーラ市議選に、キリスト教民主主義から出馬して当選する。1995年、3期目の後に、フェラーラ市長選へ出馬するが落選する。 1997年、イタリア人民党に復帰して、副書記長に就任し、1999年の第二次、ダレーマ内閣で、制度改革担当次官に就任する。第二次、アマート内閣でも留任した。2001年、中道派新党のマルゲリータの結成に参画し、幹事長に就任するとともに、会議員に当選する。二千七年、民主党結成時に、 ワルテル・ベルトローニの下で副書記長に就任する。2009年2月、民主党が地方選挙に相次いで敗北したことで、求心力を失ったベルトローニは、書記長辞任を表明した。公認を選出する書記長選挙では8割以上の得票を得て、圧勝、書記長に就任したが、 11月の初期長選挙で左翼民主主義者出身のピエル・ルイジ・ベルサーニに敗北し退任した。ベルサーニ執行部において会議員団長に就任した。2013年4月に発足したレッタ内閣で議会との関係や政府の調整のための大臣に就任し、2014年2月発足のレンチ内閣で文化観光大臣に就任。 2016年12月発足のジェンティローに内閣でも同職に留任。2018年6月1日にジェンティローに内閣の終了と共に退任した。ありがとうございます。